ぶり。今回は三国志14実況していきたいと思います。前回は深夜白水館に猛攻を受けつつ江東に侵攻したところまで。前回の攻防で約20万ほど失ってるけど気にせず、今回は輸送軍を叩いていく所存。前回ラストに公約した会計には輸送隊を出して防衛を強化していくよ。防衛強化ついでに攻めてきてる孫権軍を撃退して兵を減らす作戦。頑固だし、逃げられないとは思うけどねー。出陣する。さらに元会計所属の部隊も殲滅して孫権軍の力を削いでおきたいところ。混乱してるけど魚鱗にして反撃ダメージを減らしていくチキンさ。いやいや、兵を少しでも温存しないとならないからね。みんな行くぞ。効果無理攻めはどんどん増援を送り込んでいくよ。馬長が瀕死。ち、このタイミングで出れない奴は解雇するぞ。それを引いたのは霊夢なんだけどなぁ。今は出れる人だけでも出して効果をなんとか攻略したいと思うよ。ついてこい。最初から妨害部隊が来てるな。この加工屯に手加減は期待するな。補給線を切られないように迎撃部隊を出さなきゃなくて、効果攻めに集中できないんだよね。なんだと。しまった。深夜も盛り上がってるな。やりやがったな。深夜の迎撃も終盤だけど、怪我してない人を探す方が難しい状況。怪我を恐れず戦うのが遠家家臣団。重傷者は待機だけどな。後ろに控えてる工場兵器を破壊して深夜防衛を成功させたい。出陣する。バカな。勝ってるのか負けてるのかわからない。際どいところだと思うけど、私にもわからないよ。なんだと。効果攻め部隊が全滅しそう。あ、この人が風習さんか。私は知らない人だね。今まで散々間違えたのに。なかったか。上皮まで重傷か。五個将全員重傷とか面白そうだね。面白いの基準がわからない。遠家のために粉骨再身した五個将は絵になると思うね。その前に核みたいに逃げられそうな気がするけどなぁ。あの程度で逃げ出すなんて遠家家臣団として恥ずかしい限り。壊滅祭りは遠家名物だからなぁ。で、本題に戻すけど、効果は迎撃部隊が出て乗兵は1万程度。押し切れなくはなさそうだけど応援が間に合うかだなぁ。核だ。首相様捕獲。様な。効果迎撃部隊を撃破しまくってる。まだ半分程度しか処理できてないかな。しまった。会計からの移動が完了したので一気に出陣するよ。出戻り組、負傷してる会計組とかなり厳しいけど、数は12分。
陸路で降下を目指すよ。この応援が間に合えば降下は落とせる気がする。天下一を示さん。即第二陣。まだまだ奉仕軍団は残ってるからね。まだ先があるので今は健康な人メインで。第二陣は水上部隊を迎撃せ。出陣する。降下守りの要諸葛亮を撃破。これで勢いづきたいけど。なかったか。第一形態、傭兵も残り3000程度。なんだと。残り2000程度。まさか。降下公約は最終局面。けど部隊がどんどんいなくなる。あと1200。あ、控えてくれるんだ。500切ったけど。あと280。181。81。なんだと。やりました。容赦するの。降下をなんとか攻略。残ったのは総陣と帝砲だけ。ギリギリどころの話じゃないね。はい、全員保養。で済みました。あとは後続部隊で輸送軍を殲滅すれば降下は安全と思ったらまだ雷動。リレンは輸送軍に大人気だな。いいぞ、相手をしてやろう。その万有後悔せよ。雷動さんは軽傷か。リレンさんが勝利。降下を攻略した余勢でそのまま再走に攻め込むよ。再走は降下救援に部隊出しまくって10万いたのに今は6万いないからな。攻撃は生かさなきゃねえ。再走の兵あんまり減ってないじゃん。ほら、今減ったよ。なんだと。いやいや、あれは出陣したから。なんだと。減ったことには変わりないよ。出陣した部隊を殲滅すればね。趙雲さんはやる気か。我が槍さばき、とくと目に焼き付けよ。我こそはと思う者はおらぬか。我が武勇、止められるものか。かかる。第二陣は迎撃部隊に捕まってしまったね。攻め立てろ。なんだと。ついに炎翔くんが皇帝に。炎翔さんはお出かけ中でいないからね。お兄ちゃん、国王か。正直皇帝にならない方が良かったかもと思ったけど、なってしまった以上仕方ないので、かなり迷った末真に決定。家国を制した円家となれば真しかないかなと思い決定したよ。炎翔くんが皇帝になっても戦う武将たちには関係なく、上山の超神ここにあり。
どっちが上か教えてやる。ある意味一撃で倒してあげたかった。撃ち取れなかったか。龍眼を撃破した程度で戦況は好転するはずもなく、かなり厳しい。迂回させようと思ってた部隊を向かわせてるけど間に合いそうにないかな。やられたら再出陣すればいいだけ。張飛も怪我が治ったので出陣してもらおう。馬長も軽傷だから出陣。最早付近への上陸を目指していくよ。出番だな。城攻めをしようと思ってた迂回部隊を敵部隊攻撃で振り向けていくよ。後続の部隊も迎撃部隊の殲滅を目指して。おう、行きます。徐行壊滅で残りは不縁と強行だけに。この義援が軽くひねってくれよぞ。仲悪い同士頑張ってるな。義援が諸葛亮を撃破。情報壊滅で残りは義援のみに。踏ん張ってた義援も壊滅けど、迂回部隊が上陸したし、このまま再走攻めをしていくよ。これは心境は無理っぽい。いいぞ、相手をしてやろう。結果は見えているぞ。知ってる。どうだ。最後まで粘ったけどな。終わりにはならなかったか。からの壊滅。何？まさか。なんと、再走攻撃が始まったけど、迎撃部隊に足止め食らってて集結できてないな。迎撃部隊撃破は攻略の近道。なんとか撃破して突き進みたいところ。兵三万運んでた2層隊は帰っていったな。できれば倒したかったけど、今は再走攻略に集中。迎撃部隊は倒せたから、あとは再走を落とすだけ。まさか、なんだ。どんどん包囲が進み、花公園から逃げられると思うな。花公園は眼光の方が仕事してくれるな。第一形態、ここで全包囲完了。コップラどもが自由に嬉しい八文金さ。最終形態、城兵が1000しかいないということは、再走攻略完了。で、ここから常用か工業を目指そうと思っていたんだけど、海警が孫権自ら率いる部隊に攻撃を受け、政府の商社に取り憑かれたのが痛い。なんだと。どけ。容赦するな。第一形態、
これはやばい。送信、テイフを止めれくれー。あれ、送信さん、いざ雌雄を決算。対象同士で勝負だ。弱さで一撃とか置いてますます盛んですか。最終形態落ちたかな。テイフが離れた。出れる二人を出陣させたけど、テイフさえ止めれればワンチャンあるかも。あれ、嫌な予感か。負けたとしても捕まらなきゃ大丈夫。対象同士で勝負だ。対象同士で勝負だ。2回連続一撃。やられると負けてくるねー。あれ、上弦さん、テイフが戻ってくることはないと思うけど。戻ってきたし、これは残り思うとテイフだけだけど、全員出陣でなんとかなる。はい、なりません。全員脱出はしたけど、一部捕まった武将もいるから少し心配だねここで5万くらい失ったか。後方に予備兵がいないから立て直しが大変かも。で、再走攻略組はそのままなんかし調査兵。なんで調査に向かっちゃったか不明なんだけどな。慶州南部が手薄だったから、思わず攻めてしまったが正解かな。慶州南部に鎖打ち込んでおけば、まあ、今後が楽かなと思ったんだけどね。防衛戦が長くなると面倒だと思うけどな。そうなんだけど、郵送軍事隊円家との戦いでかなり消耗してるから、前線を広げることが有利かなとその時は思ったんだけどね。中央北部でも決闘が続いてるしな。慶州南部は全部1万以下、中央、高陵も2万程度とかなり弱体化が進んでるから、勢いに任せていきたいなとは思ってるんだよね。後始末が大変になりそうだけどな。どっちにせよ、慶州北部制圧したら少し停止しなきゃならないほど、円家も消耗してるからね。無駄話をしてる間に第一形態を逃して、もう最終形態に。けど、徴兵4しかいなくてそのまま攻略。はいはい、捕虜ですよ。というところで今回はここまで。かなりの激闘が続く半円章連合との激闘。その激闘ももう少しで終わるかな。そうだねー、あと1ヶ月で連合期間が終わるから、再締結されるかどうかだねー。じゃあ、激しかった半円章連合の終わりが近づく中で円家家臣団の激闘を、お楽しみに。ご視聴ありがとうございました。